いいスタートから肌が切りました。そのまま押し切りました。実際レースにどうだったでしょう。はい、もう早かったら来てもいいかなと思ってましたし、はい、少し距離に不安があったので、なるべくらしどいのロス抜けしたいなと思いました。その1800メートルの結果、押し切っての G1 勝利です。どうですか、レモンポップの成長ぶり、どんな風に捉えました。はい、僕が乗せていただいたのは今年のフェブラリーステークスなんですけど、もう最初からすごくキーマンでしたけど、ここに来てまた力をつけてるんじゃないかなと思います。しかも同一年の2つの G1 を取りました。ダートのトップに立ちました。その思いというのはどうですか。はい、本当に初めての一周の競馬両スコアと結構高いハードルだと思うんですけど、このまま乗れて乗ってくれましたし、堂々とチャンピオンといいんじゃないかと思います。ファンの皆さんも大いに注目してきました。どうぞメッセージお願いします。はい、マレモポップとフェブラリーステークスチャンピオンズカップと立ち上げました。まだこれから頑張ってくれると思うので、応援よろしくお願いします。おめでとう。